登場のインパクトから言ってデビュー戦プラス CW 放送紹介プラス NXT 女子王座体感という肩書きをジュリアに与えても良いように思いましたが、結局コーラジェイドのサプライズリターンという平凡な筋書きに回収されてしまいました。しかし試合のクオリティはすこぶり高く、シーケンシャルなグラウンドの攻防など、ジュリアがすでに WWE でもトップレスラーとして技術的に通用することがはっきり示されたと言って良いと思います。あとは英語なんですが、前回船木通訳なしでも英語で話す場面があり、それを見る限り頑張ればいけるんじゃないかと私は思っています。外人の発音差別は女性に対しては割とおおらかという面も踏まえてなのですが、試合はコーラジェイドの介入もあり、ロクサンヌペレスがポップロックからの3カウントで15分ほどの試合を制しました。繰り返しになりますが、いい試合でした。